皆さんこんにちは、ダイダラです。ポケットモンスターシールド。このキルクスタウンだっけ？ここで、今日はね、ジムチャレンジ？ジムミッション攻略して、ジムリーダーと戦いたいと思います。さーて、氷だよね、氷。弱点は、何？炎。格闘とか。かな？鋼もかな？わかんないや。さて、挑戦しましょうか。やりましょう。タイプ相性まだいまいちなので、間違ってたらすいません。さて、では、ジムミッションに進んでください。行きましょうか。さあ、前回ね、服装着替えたんですよ。十数万使って、着替えた服をすぐ脱ぎ捨て。ただでもらった服で頑張ります。この先で、ジムミッションに必要な、落とし穴検知マシーン、受け取ってください。何これ、落とし穴検知マシーンって。なんか、最近あれだね、ここにいるの、ジムの受付の人、ね、結構いい年齢してそうな人ばっかですよね。いや、今の人、髪の毛白いだけで、普通のね、おじさんなのかな。わかんねえや。さあ始まりました。何かダウジングマシーン持ってる。光ってるけど。なんすかこれ。キルクスタウンポケモンジム、ジムミッションの説明させていただきます。なんか息が白いよね。今お持ちの落とし穴検知マシーンを説明いたします。というのもこちらでは、あちこちに見えない落とし穴がある。たくさんあんだね。やだ。落ちると今いる場所からやり直し。落とし穴が目の前にあって、それが近くにあるほど、マシンは強く震える。目の前ね。オッケーオッケー。ではやってみましょうか。走れなくなっちゃった。聞こえるかい？ゆっくり落ち着いて前へ。怖い。こっち、ダメ。こっち大丈夫。ダメ。いけない。ここが正解よ。大丈夫だ。ブルブル。ブルブルしてる。ブルブルしてない。ブルブルしない。こっちブルブルする。ブルブルしない。戦うかおじさん。こんにちは。氷ポケモンがいてくれる。俺は冷静でいられる。いきましょう。バーサスおじさん。ジムリーダートーマ。白いですね、髪の毛が。目つきやべえな。雪はみ、あ、こいつが雪はみなんだ。なんか街にいっぱいいるやつ。さあ潔癖です。美しい。さあ潔癖。スマホいきましょう。スマホ、スマートフォン、ドン。あ、いいね。やっぱ抜群だった鋼いいぞ。さあ、雪はみやつけた。じゃあ、意外といけるな、このバトル。よーし。あ、もう終わり？雪はみ。ねえ、かわいい。ハムスターがね、お尻はみ出してるみたいな感じ。負けるとかありえんか。ねえ。ハムスターがね、巣穴に帰るときってあんな風にお尻はみ出してんだよね。かわいい。さて、こっちかな？ここダメ。落とし穴だ。じゃあね、次こっち。ここ。こっちもダメ。こっちはいける。こっちダメだ。え？こっちもダメだよ。ダメじゃん、どこも。どうすんだ？じゃあ、やっぱこっちから行くとこ？あ、こっちから、こう行くんだね。オッケー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 。よし、こう行って。むずくね、これ。うわ、ブルブルしてる。よっしゃ、到着。落とし穴だらけやんけ、ここ。おー、ババ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 。うまいこと避けていったな、俺。いいね、いいね。誰が応援してんだよ、これ。ねえ。神経研ぎ澄ませて。こっち、あ、ダメ。こっちいける、こっちいける。こっちダメ。ダメ。いける。ダメ。待ちなさい。じゃあ、こちらからだ。ぐるっと回っていくルート。ここ。なんでだ。これさ、前落ちたところがここなんだけど、ここのね、上が通れそう。ここ。みんなからしたら何もやってるか分かんないかもしれないけど、なんかこの、ブブブブブブってオーラ出てるじゃん。これが出てるとね、多分ね、ここにダメだよっていう証なのよ。ね。だからここ全部ダメ。あれ住んでないか、これ。積んでないか、これ。ここ、こっちじゃないわ。ここ大丈夫？お、意外といける。お、いった。ここダメ。こっちいける。いや、もう分かってきましたよ、このゲームのこと。うん、いった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 。お姉さん、戦いましょう。ジムチャレンジャーとポケモンよ。コーラスで粉々に砕いてやる。物騒やな、こいつ。小梅ちゃんですね。その
表情からそのさっきの物騒なセリフ言ったと思えない。さあパルシェン、パルシェン嫌いなんだよな俺、ほんと苦手だわ。さあ1匹だけですね。なんかここのポケモンたちみんな1匹しかポケモン使わないんでしょうか。手でいきましょう、スマートフォン。へい、スマホです。うわっ、急所に当たったけど、これ当倍やな。殻を破る、出た殻破る、やめてくれー、つららばらないでくれ、つららばらないでくれ。でもこれで防御力ガクッと落ちたから、ここを殴っていこう。スマホ、殻、うん、2回連続殻破ったこいつ、バカじゃねえの。ほら防御力特防ガクッと下がったけど、ガクッと1段階ずつか、あれは。ほらスマホじゃ2段階ダウンしてたらもう楽勝やぞこれで。俺何耐えやがった。え待って、これやられるんじゃね。待って、シェルブレード、4段階上がった攻撃で一撃必殺潔癖。え、やば、ちょっと待って、これまずくね、まずくね、いや普通にまずくね。シェルブレード、上、ちょっと待って、これ不意打ちでおつさんとまずくね。不意打ち効くんか、そもそも。いくぜ、泣き虫ング、ヒュンヒュンフェ、ヒュンヒュンフェ。はっ、こいつもう一回カラー打った、もう破りすぎや、お前クソ、殴っときゃよかったな。しゃないしゃない、もう一回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 。さあこれででも防御力3段階ダウンしてるので不意打ちも入るでしょ、ダメージ。ヘイヘイフー、ヘイヘイフー、いけ、よっしゃ、ギャッキャー。いやー、でも潔癖ちゃんが速攻落ちちゃうのつらい。えー、ぶさ奉行レベルアップおめでとう。炎の渦を覚えたい、だっていいぜ、覚えてやるか。でもやっぱいらない特殊技だ。コミちゃん、またね、粉々に砕けちゃったやつ。バイバイ。なんか、0×0 だったね、名前、番号。さて、もう一回ね、ダウジングしながら進みましょうか。ここは大丈夫。こっちも大丈夫。む、おじさんがいる、怖い、目つきが怖いおじさん、こんにちは。やりましょう。ジムチャレンジャーさん、君の目当てもメロンさん？メロンさんはメロンですからね。目当てですよ、もちろん。さあ、おさむくんだ。イロガバサス、おさむくん。ツンベア出た、かわいいよね、ツンベア。動物園にいたらずっと見ちゃうわ。よし。さあ、ツンベア。まあ、炎タイプのポケモンなのでね、速攻終わらせましょう。牙、ガブ。はい、一撃必殺じゃない、耐えた、こいつ。イバル、ブンブン。キャー。さあ、イバルで、こっち混乱するんだっけ、攻撃がグーンと上がって。ゴチ。さあここはもうそのまま落としましょう。頼む、当たれ当たれ当たれ。あー、いて、自分で殴ってめっちゃダメージ食らった。暴れる超火力高い技だね、これ。パンチキーク、やべ、これ外したら負けるぞ俺。いけ、あ、ナイス、混乱時計最強、ぐるぐるドン。よし、ナイス。これ一旦ジムミッションの終わったら帰りたいな、ポケセンに。ねえ、あの抜群取れるキャラ2体ともやられちゃってるからさ。おさむくん、おつー、いけない、チャレンジャーに勝たれちゃうと怒られちゃう。メロンさん怒ってくるんだ。メロンさんに早く会いたいですね。さあゴールはどこなのかね。ここからはいけなさそうですね。こちらからっぽいっす。ここもダメ、こっちもダメ、ここだ。で、うん、怖い、ここダメ、気をつけて、大だら。やったー、到着ー。いや、めっちゃむずかったこれ今回。ほらほら、穴開くとこ多すぎやろこれ。よう通ってきたわ、俺も自分で言うわ、よう通ってきたな、頑張ったわ。これでクリアかな。いざ白銀の世界へ、己を信じて突き進みなさい。まだあんの、え、何も見えないんだけど、え、どうなってんのこれ。ここダメ、ここもダメ。こっち行ける。行ける。いや、どうしたらいいんだよ。何も見えねえじゃん。こっちか、正解は。焦っちゃいけないよって。分かった。ゆっくりと、ゆっくりと進もう、ゆっくりと。ね。ツンベアのように。ツンベアのように。もう多分、わけがわからん。ここ大丈夫。ゴール？ゴールではない。何も見えねえけど。
ここはこのほら集中ってね。ね、どうなってんのここ。ここ系全部ダメなの。トレーナー無視してもいけんのかな、もしかしたら。まあ、とりあえずここの床の上歩いていこう。誰がいるんだここ。あ、おじさんがいた。何も見えねえのに。見えなくても進む。それがキルクススタジアムの準ミッション。意外とむずいよね、見えないまま進むって。さあマキオくん、マキオくん目つき悪いよ本当。クレベース、全身白いんだねこの人たち。色も白いし。出たクレベース。クレベースってね、俺も使いたいポケモンだったんですよ。氷の机みたいなやつなんですよ。あいつね、防御力がやったら高いんですよ。こいつ防御力の種族値が異常に高い。上回復する。あ、ナイスヒルミ。特攻の攻撃でね、殴ったらもう速攻やっつけれるんですけど。ヒルベ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 、のしかかり。死ぬかな、重そう。あー、机に乗られた。2位残った。やっぱ貝殻のすすって最高だわ。イエイ。さあこれでクルベースなんとか撃破。レベル39。まあ、39だったら全然問題ないね。俺たちのね、ポケモンの最低レベルがこの武行の39ですので。あ、いや、田中佐藤がいたわ。37やった、田中佐藤。ポケモン信じて勝ったように君を信じて進め。オッケー。田中佐藤活躍の場あげないとな。え、じゃあゴールですか、そろそろ。こっち行けないの。こっち道は。やべえ。怖い、ここ。は？え、怖い。どうやってんのこれ。こっちでやってんの、上か。急がば回れ、回れば急げ。え、こっち意味がわからん。急がば回れって。お、こっちはいける。そのあー、ダメダメダメ。え、ここ大丈夫なの本当に。どこ向いてもブルブルしてるけど、こっち大丈夫。うわ、なんだここ。今のポケモンって難しいっすね皆さん。こんなダウジングに、ダウジングを信じて進まなきゃいけないっていう。こっちはダメだ、こっちもダメだ。助けてよー。吐きそう。こっちはいける。最後まで気を抜いちゃダメだよって。分かった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 。こっちいける？ゴール？来た！まだあったわ。ここ大丈夫。よし。もう終わってくれ。やった！到着！め、これ何も見えんねこの距離やで。えぐいわ。わわ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 。穴いっぱい開いた。よう通り抜けたわ私。頑張ったぜ。さあなんとかなんとかね、ジムミッションクリア。さあ胸を張って。これ誰の声なの。応援してくれてるみんなに感謝を。ジムミッションクリア、やった、なんとかなったわ。さあこれでね、ついに氷のジムリーダーの対決なんですけど、一旦ポケセン帰りましょうか。帰れるかな。はい、帰れた。さて再入場しましょうか。再入場どうなんだろうこれ。いきなりジムリーダー戦、もしくはジムミッションさせ、あ、よかった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 。さあ行きますか皆様。ジムチャレンジャーダイダラ、今からジムリーダーメロンさんに挑みましょう。ダイダラ選手胸を張っての入場です。さあメロンさん、メロンですね本当に。私はメロンだよ。ご覧の通り、氷タイプのポケモンでチームを組んでいる。あんた穴に落ちてあちこちいたんじゃないの？一回落ちちゃったね。痛いわ。だからって手加減しないけどね。さて始めようか。凍らせて逃げられないようにして。あとはお楽しみ。そう、私たちは、のファイトスタイルはシビアなんだよ。さあ氷のね、お姉さん。メロンちゃんです。なんか床も若干氷？テカテカだよね、なんか。行くぜ。さあメロン、ジムリーダーのメロンが勝負をしてきた。メロンやなほんま。いくぜ。お、モスの、うわ何これ、モルフォンのなんか
みたいな感じだけど、多分違うやろな。よし。さあ、ダイマックスはどこまで取っておくかって感じだな。とりあえず、いつも通りスマホで行くか。スマートフォン。ペイ、スマートフォーン。イエイ。まあ、問題なく、うわぁ、勝てえな、意外と。凍える風。すみません、下がんだっけ、これって。寒っ。あっ。さて、素早さがちょっとダウンです。まあ、問題ないでしょ。ないでしょ。あ、やべ、抜かれたんだけど、素早さ。こいつ。痛い。まあ、問題ないです。スマホは当たる。狙ってから、トゲ。よし。まずは一匹目。ね。レベル40対決かな。勝利です。ご苦労。オッケー !41! いいぞいいぞいいぞ。で次、ヒヒダルマ。ヒヒダルマは炎ポケモンなんですけど、ガラルの姿、なんか、受付前にいたっていうか、スタジアムの前にいた多分氷タイプだよね。氷タイプ。ってことはドラゴンタイプの田中佐藤は今回全く出番がないという感じだと思うので、誰でくみんなで戦いたいから、ね、ヒヒダルマぐらいだったら勝てんじゃねえの。ね、リボンちゃん。リボンちゃん頼むよ。任したよ。頼んだよ、リボン。リボーン。まあ、炎タイプでガンガン押せばね、速攻倒せると思うんだけど。いや、特性がもしかしたらなんか違うかもしれない。何こいつ。お前、ルンパッパやんけ、なんか見た目。毒好きしたろか、ほら。毒好きや。おれ、毒パンチ。いや、いい、半分ぐらいいくね。いいね、つらら落とし。何この重さ。ヒュー。痛い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 。は、強っ。ダルマモード。何モードチェンジするの。うわ、なんか変わった。雪だるまだった。雪だるまのポケモンっていたんだ。何が違うのこれ。毒好きしとくけど、一応。は、スパイス負けた。待てお前。おい、種族値ガツッと変わんのかよ。かぁ、マジか、こいつ。お前、初見殺しだけ、それ。許さねえ。ちょ、泣き虫シング、もう、落としに行こう。頭から火出てんだけど、こいつ溶けねえのか？ねえ。え、わからん、これ。とりあえず、狙い撃ちするか。狙い撃ち、素早さわかってる。さすが。ピュッ。へい。あ、抜群！炎入ってんの？わからん。炎氷？嘘だろこいつ。よし、さあ、武業レベル40までアップ。おめでとう。はい、次。氷っぽ。うわぁ、わかんねえ。もう知らないポケモンだ。氷っぽ。氷っぽ。ポッポ、氷っぽっぽ。もう武業で落としにかかるか、メロンちゃん。ね、知らないポケモンだし、この人たち使ってくんの。あと2匹でしょ、多分。いや、武業で一発殴ってダイマックスして落とすっていう感じでいいかな。さあ、氷っぽ。わ、出た氷のペンギン。なんだこいつ。頭から髪の毛一本出てるぞ、ピューローってなあ。お前、サザエさんの波平じゃねえんだから、そのガブッと。え、何それ。アイス、うわー、中から。ミミッキュかこいつ。氷の寒っ。よし、とりあえず炎の牙行こう。あられやーん。天気変えてきた。天気あられに。痛い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 。あられが降り始めた。アイス、え、復活すんの。え、強ないそれ。え、どうすんこれ。倒せなくね。倒せなくね。こいつ、ちょっと待て。待て。意味がわからん。意味がわからん、こいつのポケモンの特性が。ふい、食らってないもん、ダメージ。アイスフェイス溶けたけどさ、復活すんの毎ターン。はい、意味わからへんぞ。どういうことやこれ。凍える風。それは分かったか。痛くない。あられで回復するの。あられしたのだったらタンだけ。あ、よかった、復活してない今回は。いや、怖っこいつ。フリーズドライ。ね、大丈夫、その技も効かない。さあ、牙ガブ一撃。いや、耐えやがったこいつ。耐久力あるな。マジでかこいつ。もうフリーズ、もう一回アイスフェイズ復活とかないよね。やだ。よし。さあ、なんとか、これで、で、地味に食らいまくったけど、ね、時間かけて撃破です。へぇー。
氷っぽなんか面白そうだね。あられ系のポケモンと一緒に使えばね、え使い回せるミミッキュじゃん。たたきムシングとね、田中さんとレベルアップ。お嬢も使いにづらいよね今回のバトル。だからとりあえず、ね、君に任せよう。ラプラス？え、ラプラスって水タイプじゃん。水氷だよね。え、きつ。え、なんでその最後にきついポケモン出してくるの。でも武器で行くしかねえもんな、ここ。たとえ一かけらでも氷は氷。見てなさい。いや、水タイプやん。ラプラス。ええー、いや、氷だけどさ。四天王カンナさんも使ってたけどさ。波乗りポケモンでしょ。さあ、ダイマックス行きましょうか。ダイマックス。え、じゃあ、ダイサンダーの方がいいのかな？どっちかっていうと。ダイダダサンダーの方が。でも、ミスドダイブの威力下げたいから、ダイバーンの方がいいか。ダイバーン。行きましょう、ダイバーン。ひでりにしたろ、ひでりに。氷は溶けるぜ。凍らなくなるからな。ひでりになると。来い！さあ、武行！ダイマックス！巨大マックスではない。わお、でけえ。ガオー！体力がそこそこ回復。100あれば耐えられるでしょ、一発ぐらい。いけっかな。さあ、向こうもだ。さあ、巨大マックスなさい。あたりをすべていてつかせるの。ラプラスって巨大マックスなんだ。あらあら、めでてるわ。おー、ラプラス。でもなんかダイマックスとあんま変わらんと思ったけど、なんか周りにオーラが出てるし、背中がなんかちょっと変わってるね。何あれ、背中のあれどうなってんの、松ぼっくり。さあ、とりあえずダイバーン、ひでりにしてやろうぜ。ほら、当倍やけど大丈夫、次のターンで仕留めるから。ひでり。さあ、氷のところにね、熱い炎は大変やろ。さあ、体力も回復、うまい。大ストリーム、うおー、あいだーい。水か、よし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 。雨降ってくる、これで。く、雨降られるときついんだよな。でもやっぱ威力半減してたよね、ひでりの効果で、水タイプの技の。だったらそれ狙っていこう。こっちも炎タイプの威力半減するんですけど、長く戦おう。長く戦おうというダイマックスのターン消費しよう。巨大マックスは強いわ、やっぱ。よし。氷になってあられが降って、ひでりになって雨が降って、またひでる。ねえ、すげえでかいだぜここは。やーんが、やられたか、マジか。あ、これまずいな、普通に。さあ、雨が降り始めて、ボンボン、やべえ、大爆発。大爆発やるの初めてじゃね、まずいな。どうしようか。クソクソ、どうしようか。ラプラス、ラプラス、ラプラス、なんでリボンがこんな時に死んでんだ。泣き虫ングの狙い撃ちで行くかね。え、いや、きついよねこれ。雨を有効活用するしかないかな、ここは。え、水タイプに水ってどうなの、今一つなの。まだタイプ分かってねえじゃん俺。いや、狙い撃つか、とりあえず。向こうの攻撃もそんな食らわんやろ、多分。ほれ！今一つやったわ。じゃあ向こうも今一つや。パートナーの得意技があなたを氷点下の世界に誘う。何すんの？巨大旋律！これ、巨大マックス専用技や。何これ？あー！今一つや。大したことないじゃん。何？ん？なんか、オーラベールで物理の特殊に強くなった。ちょっとそれはずるくないですか。でも狙い撃ちってそんな無視するんじゃなかったっけ。特性とかや全て無視して殴るっていう。だったら無視して殴った方がいいのかな。ここは狙い撃っていこうぜ。敵のその全ての能力アップを無視して狙い撃ち。くわ、全然効かねえ。さあ、波乗りピカチュウ。あー、ラプラス、その技マシンくれ。くー、これはね、とりあえず、狙い撃ちして、次のターン、誰かに倒してもらおう。というか、急所当てて倒す、このターンで。いけ！いった急所じゃなくても行ってくれた！ナイス！いや、よかった、危なかった。また、泥試合になるとこだったぜ。
さあ、なんとかお嬢様もレベルアップ。いいぜ。メロンちゃんタイヤリー、イエイ。まあまあ、穴があったら入りたい。いや、落ちてしまいたいだね。自分のミッションやっていき。強かった、メロンちゃん。あんたやんじゃん。私のポケモンたちが負けたのは悔しいさ。でも若い才能ってやつに、出会いで喜び半端ないよ。よかった。ほら、ピカピカの氷バッチ持ってきな。さあ、これは何個目だったっけ ?6 個目か7個目だったよね、もう。さあ、氷のかっこいいバッチが、セットオン。6個目か、これが。レベル50までのポケモンを捕まえられるようになった。いつかチャンピオンになったあんたに、息子が挑む姿が、ね、頭に浮かんじゃってよ。ね。まあ、来たら、息子が来たらね、ボコボコにしたるよ。任しといて。メロンちゃん。ダイダラさん、ジブリーダー、メロンさんに勝利おめでとう。何くれんの?波乗り?凍える風か!波乗りかと思ったけど、確かにここ氷のジムリーだったわ。凍える風。いてつく冷気を叩きつける。ですね。相手の素早さを下げる。いやー、これどうしよっかな。凍える風誰か覚えねえかな。凍える風。優勝、技マシン。一番下。あ、泣き虫ングが覚えるんだ。ねえ、凍える風。威力低いなぁ。威力55だからね。泣き虫ングがなんかもし覚えるとしたらどれと交換する？スピードスターいらねえな。スピードスター忘れとこうじゃん。ちょうどいいじゃん、これで。やった。威力そんな変わんねえしね。オッケー。さあ、ちょっと強くなったね、これで。よかった。氷の技誰も覚えてなかったからちょっと不安だったんだよね、ほんと。ねえ、どうよ。雪降る街での試合負けると心から冷える。ね、落ち込んじゃうよね。どうや、俺のファン。あなたが油断するなんて心配する必要ないよね。穴にも落ちないぞ、俺は。あいつのニュース、試合ニュースで見るよ。ね。間違った作戦から生まれた勇気では勝つことはできなかったよ。ね。お前、ちゃんとダウジングマシーンね。道具を信じる心が必要だったな。はい、というわけで、じゃあ今回ここまでにしましょうか。お疲れ様でした。ね、いやー、だいぶね、今回のジムも苦戦しました。毎回苦戦してるんですけどね。さあ、多分残ってるジム、あと2つ。あと誰だ、キバナさんと、あともう一人がちょっと誰か分かんないんですけど、その人と戦いとなります。次回、また新しい街、9番道路かな、を抜けて、新しい街目指していきましょう。また見てください。おつぽよ。